ともども吉田です。見よう見に、良いですよね。気に入っています。ファームウェアを更新したことにより、カスタムテーマを導入できるようになり私も作ってみました。結構良い感じにできたなと満足してます。今回はそのカスタムテーマの紹介と、カスタムテーマの導入方法を簡単に解説します。ではこんな感じで見ていきたいと思います。ではまずこちらをご覧ください。見ての通り、なんとかクエスト風のカスタムテーマなんですが、全部お手製完全オリジナルです。背景やアイコンなどはポチポチとドットを打ったもので、BGM SE はおなじみ吉田ザムービーのものを採用しています。コマンドの選択画面風のアイコンにしていて、フォントはすべてドットのものに変更しています。もちろん日本語に対応しているピクセルフォントなので、ファイル名を日本語にしている方も安心して使うことができます。個人的な推しはゲームファイル名横のアイコン、ファミコンカセット風のフォルムにカタカナでロムと書いてあります。良いですよね、カッコ字が持参。あとバッテリー表示を HP で表しています。問題点を挙げるとすると、ゲームなどの選択画面が非常に見づらい。どうにかしたいとは思っているんですが、フォントの色変更とかもできないっぽいので、今のところ最善を尽くしてこの状態になっています。見やすさを優先したい場合は、背景を黒にすると非常に見やすくなります。ちょっとシンプルになりすぎる感じはありますが、またお好みで背景を変更することができるので、吉田が適当に打った RPG 風背景を消して、視認性が上がりそうな暗めの背景にするのもありだと思います。あと英語版もあるよ。カスタムテーマを導入するには右上のファームウェアをアップデートする必要があるんですが、これは正しい手順環境で行わないと分鎮になる壊れる可能性があります。少しでも失敗することがないようにガイドとしてまとめますが、万が一失敗しても一切責任は取れませんのでご理解ください。必要なものは、別途信用できるブランドのマイクロ SD、マイクロ SD カードリーダー適切な USB 充電器、です。所持している方は持っているものをそのまま使っていただければ問題ないかと。ではこれから解説していきます。各種ダウンロードファイルは概要欄をご覧ください。用意したマイクロ SD は 64GB など、容量が大きい場合、EXFAT と呼ばれる形式の可能性があります。こちらだと見よう見にで読み込むことができないので最初に FAT32 でフォーマットしましょう。PC デバイスとドライブからマイクロ SD を選択し、右クリックのプロパティからファイルシステムを確認できます。ここが FAT32 ではない場合は、ルファスというソフトをダウンロードします。マイクロ SD を PC に接続し、RUF-US を起動します。設定するものは2種類。デバイスから使うマイクロ SD を選択。米印間違えると接続している HDD などをフォーマットしてしまう可能性があるので、PC に他の SD やハードディスクが接続されている場合は外しておきましょう。ブートの種類から非ブート用を選択。フォーマットオプションを FAT32 を選択しましょう。もう一度確認し直して、スタートを押すとフォーマットが開始されます。バーが最後まで行って、再び準備完了と出たらフォーマット完了です。RUF-US を閉じてください。右上の最新ファームウェアをダウンロードし、回答します。中にある MIUIFW 記事執筆時は MIUI283F、イングを取り出します。フォーマットしたマイクロ SD を PC に接続し、MIUING をルートフォルダマイクロ SD の一番最初の場所にコピーして PC から取り外します。それではインストール、最初に注意事項を言っておきます。アップデート中はコンピュータからの電源ではなく、充電アダプター 5V 以下からの給電をしてください。アップグレード中は電源を切らない、電源ボタンを押さないでください。壊れます。では進めていきましょう。まず MIUI の電源をオフにします。MIUI のバッテリーを取り外してから、マイクロ SD を挿入します。USB-C を本体に接続し給電すると自動で電源がつき、ファームウェアのアップデートが開始されます。何も触らずに放置します。電源ボタンは絶対に押さないでください。MIUI が再起動し、バッテリーの画像と充電画面が表示されたら再び本体からマイクロ SD を取り出し PC に接続。マイクロ SD 内のアップデートデータ MIUING を削除。これでファームウェアのアップデートは完了です。
カスタムパッケージはいわゆるカスタムファームウェアではなく、外部マイクロ SD に入れるプラグインみたいなものですね。なくても動きますが、あると便利になったりするので、ここまで来たら絶対に導入をおすすめします。一番簡単にインストールできるカスタムパッケージという意味で、オニオの S をご紹介します。動画作成時には他にもベタ SD カード多機 SD というものが出ているので、慣れてきたらそちらも試してみると良いかと。最新のオニオの S をダウンロード記事執筆時はオニオン2022126。ジップし、回答します。中に入っていたアップフォルダをマイクロ SD のルートフォルダにコピー。マイクロ SD を Miui Mini に挿入し、起動します。アクスタブにあるザオニオンインスタラーを起動し、待っていれば完成です。10分15分程度かかります。やったぜ。あとは対応するフォルダにゲームファイルを格納していけば完成ですね。詳細はブログなどを見てみてください。またオニオン OS には便利アプリがいくつか搭載されています。一度ソフトを選択すれば自動で立ち上がり、ゲームを終了すれば自動でシャットダウンされるカートリッジ。一つのソフトを重点的に遊びたい場合に、まるで実機カートリッジで遊んでいるように使うことができます。このように自動で再開されます。この機能をやめたい場合はゲームを終了した際にファンクションキーを押せば通常モードに戻ります。スクリーンショットを撮れるようになるアプリ。これを押した後、L に R2 を同時押しするとスクショがマイクロ SD のルートフォルダに保存されます。コマンダーイタリック、ファイル名がバグったりしない便利ファイラーアプリ。スクショを除いたり、ファイルのコピーやリネームなどもできます。クリーンビューエキスパートビュー切り替えアプリ、オニオン OS のデフォルトではレトロアーチが非表示になっていますが、これをオンにすることで、非表示になっていたレトロアーチのメニューが表示されるようになります。さて、ようやくカスタムテーマの設定ができます。ダウンロードしたファイルを SD カードのアップフォルダに回答、Miui Mini の電源を入れ、アプリタブからテーマの名前のアプリを実行、数分後、というか数秒後に、Miui Mini の電源が自動で落ちます。電源が落ちない場合は何かが間違っている可能性があります。電源ボタンを押して Miui Mini の電源を入れ直すと、テーマが適用されています。ちなみにこれはカットなしのリアルタイムなので、こんな感じなのかと参考にしてみてください。めっちゃ簡単でしたね。背景画像にしたい画像を180度回転し、バックグラウンド、プングと変更を、マイクロ SD カードミューアップスキンフォルダにコピーして保存。ちなみに黒の壁紙や市松の壁紙は、テーマ適用後にスキンフォルダに入っていると思うので、このようにコマンダーアプリだけで適用させることが可能です。640-480 の PNG 画像なら何でもいけるはずなので、好きな画像を設定するのもいいと思います。さて、いかがでしたか Miui Mini のカスタムテーマ。分賃可能性が高いので私も久しぶりにヒヤヒヤしながらアップデートしました。とりあえずこれでアップデートできれば、しばらくは何もする必要がないと思います。カスタムテーマは他にも色々出ていますし、作る素材はそこまで多くないので、自分で作成してみるのもいいかもしれませんね。それにしても可愛いゲーム機だ。好きだぜ。